はい、こんばんは、リアです。枠が開始したので、ちょっとつぶやくのを忘れていました。わーい。喉がね、マジで死んでいるので、どうなるのかっていう風な感じなんですけど、置き忘れてた。ちょっとね、棒読み音声入れこんてばみんてまは。す。うん、ちゃんと流れてるな。音引く。音引く。はい、なぎさん、こんばんは。ゆっくりしていてください。びっくりした。音めちゃくこちゃん低ばんかった、は。今。びっくりした。ゆかかっかさんもこんばんは。ゆっくりしていってください。ちょっと書かないとな、これ。どこに書くんだっけ、これ。ここか。ボイスボックスのね、青山流星っていうこ音ん源ばなんんですは。けど、声低いキャラが好きなので、結けよ、局、めちゃくちゃ低いんですけど、めっちゃ声低い、低いんですよね。ちょっと、声変えますね。ずんだもんにしよう。低いですよね。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。聞き取れない 自分で せっかく入れたのに。俺だけ突出すちょっるとのね、か。そこら辺の音量調整いるので、ちょっとなんかいろいろちょっと回してみるんですけど、まあ今日の本題はこれですね。びっくりしちゃった。めちゃくちゃ声低い。思ってた3倍くらい声低かった、今。ちょっと音量を上げて、うまく破れるかな、これ。なんか、音量バランスとかがね、よくわからなかったので。こんばんは。読み上げ君ならカシュウ君のカルフォルニア君になり、イカ略。いつもより音量バー高めでいきますわ。ちょっとでかいですね。これぐらいかな。いいか。まあね、おねばみくんの性能がちょっと気になったので、略さないでちょうだい。これ略さないのどうやるんだろう。まあいいや、とりあえず出な演らしなます。かったぜ。ならなかったぜ。調教したぜ。これね、音声の速度の調整が急にできなくなって、なんでって思ってるんですけど、わからないんですよね。連携きつくたから。誰であろうと切り伏せるまで。だから、光忠とか、長光とか、景光とかは教えた。あとはね、もうちょっと早く喋ってほしかったんですけど。ゆきやさん、こんばんは。ゆっくりしていってください。あー、使い方がわかんないよ。わからないもんですね、これ。文字数制限があるのか、これ。これを。これを変えればいいんだな。ゆきやさん、こんばんは。ゆっくりしていてください。ちょっと喉が死んでるので、読み上げソフト切ってます。で、抜き差しが強いって言うじゃないですか、連対戦って。まあ、レベル70とか80だと思うんですけど。そのあたりね、実際問題どうなんだっていうのがありますので、使いやすいのかっていうところが。こういうのでね、レベル70とか必要だと思うんですけど、後藤くんとお答えの2人でなんとかなってしまうので、別になんか、ここは気にしなくていいのかなみたいなところはちょっとありますね。マジで喉死んでる。あと、なんだろう。なんか、たまに興味本位でボイストレーニングの動画が流れてくるんですけど、見てみたら、声こもってる理由が、鼻に息を通しすぎっていうので。あー、許してー。許されと。お答えもね、レベル70後前半過ぎてきたので、だいぶいい感じに敵の高速槍を抜けるようになってきたので、安定感は増したんですけど、怖い。ち担ゃんと。当の代わりに使うならレベル欲しいかなって思いました。ちょっと小さいな。これだと小さい。マイナス6くらいにしよう。15デシベルぐらいになったらいいんですけどね、マイナスの。
なんかね、一番気になるのが、9戦目の使い勝手が違うかどうかなんですよね。脇差しって、起動早いじゃないですか、その。まあ、骨ばみが高いだけとも言う可能性はあるんですけど。野戦火力があっても高速槍抜けないなら問題がありそうですね。あそこもそうなんですけど、どちらかというと、うん、こうやってね、ニスロなのでよく逃走が解けるっていうのと、カスタムでも。そこで9戦目の区内に対してどこまで優位に立てるのかなみたいなところはあるじゃないですか。追放兵どっちの方が残るのとかあるので、ここがね見てみたかったんですけど。一緒に連れてくメンコは重要かも。メンコうちのコテ君は連対戦初日はレベル82だったからな。まあ強かったよ。80あれば余裕でしょうね。80あったら大体、なんだろう、大太刀でも4戦目倒せ始めるし、脇差しはさらに余裕ですからね。ここでね、逃走解けるか見たいんだけど、2体だったらあんまり見れないんですよね、これ。どうなんだろうな、これ。これでね、1ダメージに。こんばんは。あ、ゆずの皆さん、こんばんは。ゆっくりしていてください。喉が死んでるので、ちょっと防御ミクちゃん使ってます。ありがとう、ずんだもん。最初はね、青山流星くんにしてたんですけど、私、ボイスボックスとか合成音源で喋るやつで、軽音の男性ってめちゃくちゃ難しくって、それでなんだろう、それができてるなって思ったのフリーモーメント青山流星の2つなんで使ってたんですけど、めっちゃ低いし聞き取れなかった。受ける。っていう風な感じになったので今は積んだもんです。あと告知しておきますと、金曜日にのりんさんとコラボやります。枠はこれ終わったら取ります。わからなかった。はい、みだれくん。ではいるんですよね。俺だけ突出するわけにもいかないからな。まあ、元気だったら読み上げた方がいいんです。S 勝利取れてない。あ、誉れ取れてないな。これきついな。誉れ取れてないのはきついな。大丈夫かな、これなんかこのままなんかすぐになんかズルズルと溶けていくんだったらすごい、この後もう即クビなんですけど、大丈夫かな。誉れ取りすぎて、気力おなくなりとかなる可能性あるのがちょっと辛い。レベル60代のコテキリエだとちょっと物足りなくて、特別合戦場だけで育成してる。特別合戦場だけか。でしょ。俺が一番。マネさん。60がな、これ逃走解けるんじゃないのかっていうのが本当にちょっと怖いんですけど、そこまでたどり着けないというか、今ちょっと初めてやってみたのでどうなんだろうなって思いつつやってますね。ちょっとこれだったら太刀の方がまだマシなんじゃないか説は本当にあるので、悩ましいところなんですよね。これ、七星剣より上に置いた方がいいのか下の方がいいのかどっちなんだろう。なぎなたは連帯戦をで育てる。なぎなたは連帯戦で育てるもんじゃないと身をもって実感しました。どこかおすすめありますかね。わかりません。当たりどころ悪いと普通に解ける気がしなくもない。なんかね、なぎなた。わかんないので8の1適当に回してたらいいんじゃないですかね。威力による。なるほどな。まあ、これでね、まあ本当は10周ぐらいやった方がいいんでしょうけど、夜ですからね。まあ、ちょっとカフェイン効いてるので、だいぶ、お目目パッチリなんですけど。なんなんですかね。そうだ、LV をレベルにした方がいいんだ。
力ななんか絶頂追加されたしっていうかそもそもなんだろうダメージ計算的にリアさんがやってた戦力拡充のなぎなた育成って今の気力システムでも回せますかね。無理です。40万あの私がやってたあの脇差し入れたと危機力の調整はちょっと面倒なところはあったかもしれん。あのなぎなたに関してはあのあれ一体赤疲労にしてする集会だったので負を回すやり方はできないです。あれはあれは負で回すんだったらなぎなたさん槍一部隊長一っていう風な感じかまあ白山義満かっていう風な感じだったら周回できると思うんですけど6振り編成はちょっと怪しいですね。40万来たけど弾が来ないと勝たんね。特別合戦場やった方がいいんですかねこういうの。私の気力は日露ですからね。軌道が早い順に取っていくイメージがあるので。こんばんは越前サニーさん。こんばんは。ゆっくりしていってください。これでねどこに配置すればいいのかってよくわかんないですかね。こんばんは。なぎなたは隊長にして江戸上位で回してた。モサ私 S 勝利取れるところで S 勝利取れないのはめちゃくちゃ腹立っちゃうからな。それでねできなかったんですよね江戸城とか連隊戦も含めてなんですけど私そこでねなんだろう苛立っちゃうのでそこでこれダメだって思ったらすぐにもうあの楽な編成に変えちゃうので耐えられる編成もあるんですけどね。なんか推し可愛さとかそういうのでまあこれなら許容範囲じゃろうみたいなそんな感じでやることもあるんですけど、まあなぎなたは難しいですね。なぎなたは夜花で育成予定です。やかか ストレスなく周回できるのは重要。私はね本当にそっちで行っちゃうのでだから今脇差し全然育ててないんだなってなっちゃうんです。脇差しはストレス溜まるような周回じゃないんですけど内刀と組ませにくいってのがね。担当は担当で組んだ方が強いし内刀組ませちゃうとお前が偏っちゃうのでまあ10これは関係ございませんので安心してください。読み上げソフト便利だな耳に入ってくるから。今回の連隊戦で大太刀勢90台に乗ったの嬉しい。おそれはいいですね。脇差しレベ50とはちょっと最低速度上げよう。極め脇差しレベル50あの骨ばみくんが極め脇差しレベル50で大阪城低階層でブルドーザーできる90あのなんだろう骨まみくんから極めレベル50で9000名の区内にからの遠線ダメージがどんなもんかなっていうのを見たいのでそれで今回枠取ってます。あの忘れちゃうのでね枠取ってないと。なぎなたでかいそうか同時に育てたいっていうのがね私一番のネックなんですよね。もうそれはもう諦めた方がいいのに今は。なぎなた3本ね楽しいんですよね硬いところそれで回すの。大太刀90台に乗ったのはすごい。理解しました。ありがとうございます。もう一回青山くんに変えてみるか。すごい低音になるけど多分聞き取れなくなるんですよねこれ。お嬉しい嬉しいけどこれもう一周めんどくさ
いい感じには使えてるとは思うんですけど、なんかそっちより優先する理由どこまであるのかなって思って。ただ骨まみくんって軌道高いので、10戦目の区内は倒せるんですよね、白人戦で。だから先手を取って白人戦で倒せるっていうのは。うちは僕は兆しはこの施設内外はレベ70と80代。びっくりした。びっくりしたし、何言ってるかも全然分かんなかった。声低すぎて何言ってるか分かんねえ。ずんだもんに戻そう。バミハうちの初脇差し。ねばみくんね。ずんだもんの聞き取りやすさえぐい。ね、一番低音な子っていうので、やっぱりどうしても聞き取りにくいっていうのはあるんですけど、全然聞き取れなかった今の。こんばんはです。今日は朝まで。朝まで死んじゃう。喉が死んじゃうので、気が済んだら終わります。うち堀川くんでしたね。初脇差し。まあ1時ぐらいまではやるんじゃないかなと思うんですけど、喉が痛くなったらやめます。脇差しはね、なんか6振りなんですかね、この書き方的に。喉大事、ほんと大事。金曜にコラボ配信やって、土曜にちょっと遊ぶ用事やって、じゃあ日曜日か月曜日かってなったけど、月曜日ちょっと動画作る、どうしようこれ。こっちの方がいいのかな。まずお気味でした。どう気味でした。ズオはね、だいたいそのあたりですよね。浦島くんと物吉くんだと新時代っていう風な感じで、備前くんもそうか。あとたまに稀に血がねまる初脇差しもいるんですよね。恐ろしいですね。恐ろしい話ですよ。大丈夫かこれ、気力。これ多分骨ばみくんを上に配置した方がいいのでは。気力管理が安定しなそうですね。サンスロだとね、一番下にポンって置いとけば勝手に誉れで気力回復してくれるんですけど、これはまだ多分慣れていないだけなんですかね。新時代ですねそれ、本当に。というわけで7月13日でございます。開始した時期によりますね。ね、2018年18だっけ、担当の回収前だと本当に選択肢がないので。いやでもあれで物吉くん引いてたらマジでおかしい人なので、そういう意味では。あれ浦島くんって担当追加されてましたっけ、あの頃。まあ地金が初脇差しとは、一番最初にオール700を引いて、だから脇差し出ないので、あのレシピ。しかも今2面とか3面とかだったかな、行くまで脇差しって出ないので、ボスドロップからでも。それでなんか選択肢がうんぬんみたいな感じでなってましたね。まあ本当かどうかは知らないし。されてませんね。うん、されてなかったか。ありがとうございます。毎回ねこれぐらいのなんかテンションで喋れればいいんですけど、喉痛い時って。どうしてもね、喋ってる途中でテンション上がっちゃって、すごい声張っちゃって、それで喉が死亡みたいなルートが結構あるので。よろしくない。ゆっくり喋りましょう。喉に優しく。人に優しく。自分に厳しくしたくないな、自分にゲロアまで。これね、一人で喋ってるとなおさらきついんですよね。二人だとね、まだマシなんですけど。初担当が健信くんの方もいますからね。初担当健信はね、もう本当にビビるので、一回いましたもんね、なんかそういう配信者さん。やばいもん、あれ。
今はね、あの使用任務で梅札が20枚配られるっぽいので、幸運ですね。あれは幸運。今はね、本当になんか初配信あたりでもう梅札が5枚くらい手に入るので、そこでなんかもうそんな刀剣が今手に入るのっていう風な感じでちょっと驚きましたね、あれは。んちゃ、サムさんこんばんは。ゆっくりしていってください。喉死んでるので読み上げソフト使ってます。やばいかも。意外にも初担当はつってあんまり見ない。あつしくんね、どうなんですかね。見なくはないけど、なんかたまに六つの神書いてる人がそう。そんなにか、ご自愛くださいますよ。喉死んで何日目です。ああ、もう本当に。自分あつしくんでしたね。私根拳でしたわ。喉死んで、多かすぎちゃいましたね。病院行かなきゃならないんですけどね。にしても今回の連帯戦サボりすぎてちょっと大急ぎな私、3振り目があつしくんでした、行かないとですね、病院そろそろやめて。10日は長いな。ちょっとね、このご時世喉が痛いくらいだったら病院行かない方がいいのではないかってちょっと警戒しちゃうので。私も初担当初です。結構重症では病院行った方がいいですね、なんかこういうのって本当に早めに行かないと治らない的なのはちょっとありますよね。遅かったなーっていうのはちょっと自覚してるんですけど、まあ、しゃなし。やけれそうださんと初担当初し珍しいか、ね、それでか、ぬぬつらいな。だいぶね、申し訳ないんですけど、どっかで勝利取った今。咳のしすぎであばらにひび入ったりするので気をつけてください。多分ね、コロナじゃないんですよね。なんか普通になんか喋りすぎで死んでたんで。反薬で改善しなければおとなしく見てもらった方がいいかも。ですね。行くか。明日雨。休診日だったような気がする。喉は病院行った方が良いですね。てか一回ね、もうこれやばいなっていうのを私無視してるので。しかも何があれって、あの一回喉、あのアレルギーの、あの薬もらいに一回病院行ったんですよね。その時に行ってないっていう、めっちゃ怒られるやつ。めんどくさかった。突撃はするな。得意な距離で待ち構えろ。そういえばあそこ耳鼻咽喉科だったわって思って。あらあら、喉だったら耳鼻咽喉科。あそこ耳鼻科じゃなくて耳鼻咽喉科だから行けるところだわってその後に気づいて。行かないとですね。アレルギーのせいだったらそれはそれでいいんですけどね。ちょっとなんかずっと雨で。B さんの何人かは喉の手術されてたな。趣味の範囲だからなんかそこまでじゃないんですね。すっごい打ち漏らすじゃない。サンスロに、サンスロがこれだけ減るとすっごい打ち漏らす。こんな減る？こんな減るっていうかこんな残る？喉はね、本当に大事って言っておきながら自分がボロッカスにしてるので、そこがね、良くない。後半きつくなりますね。後半もね、前半もきつい。
単純にスロット数が少ないっていうのがきつい。なんか9戦目で吹っ飛ぶのを踏まえても、おさむかね丸が僕は兆し99の上に行った。連対戦初日は1944万でした。やったね。ちょ、どんどん冒険男子のデリカが増えていく。もうやめはいいか。ってことはもう6000万超えたってこと、今回だけで。怖っ、すごっ、やば。おい、完璧に死んだ人じゃん。リスナーに向かってなんだその怖は。あ、真面目にね、なんかいう風な感じなので。あれ、虹ここで初めて6で開始した気がしたんですけど。なんかね、6880万でした。ここまでいったらもうなんかそろそろね、あの画面ぐらいでもね、血金丸完走した、内部経験値完走したという報告があったのに、今年極め来ませんでしたからね。また修行に出て即完走する刀剣が増えてしまった。本丸がか。あとさっきの戦闘の振り返り見てるけど、あれですね、これあのこれ追放兵で結局逃走飛んでますね。ダメだ。もう一振り取っとけばよかった、血金丸。応用というか、なんかいろいろいますからね。そっか、これ普通にニスロじゃない方がいいな。これまあ桜、あのただの絶好調じゃなくて好調っていうのもあるんですけどね。血金丸が2振りいると、ここでこう、あの血金丸が落ちても方向で交換できるので、ここがいいんですよね。ニスロの起用はレベル欲しいですね。レベルでどうにかなる問題なんですかね、これ。 まあ、あのどんな投手でも遊べるっていう意味で、レベル56、あ、違う、60代とかっていう風な感じになってくるんですかね。知らんけど。俺は誰を隊長にすればいいの？まあちょっと結論早い可能性はありますけどね。部隊長に置いてくれればちゃんと方まで取ってくれるし、これ七星剣さんとの意味合いもあるか。七星剣さんでも強いんですよね、あの野戦の統率3倍が。それのおかげで同じ疲労状態だったら修行前の刀剣で一番硬いし、部内もなんとかしのいでくれるので。そして唐突に追い、高卒に襲ってくる空腹感。あー、ダメだもう。ありゃ、俺が一番？なかなか。帰った。なんかダメージ計算式だと変わらないんですよね。あの脇差しもミスロ、あのハチも受けるダメージってくないからだと、あんまりにも相手の打撃が高すぎるからどうしてそげなことにっていう風な感じではあるんですけど。連対戦序盤は僕担当の代わりに僕は兆し入れて、あとはサンスロに任せてたけど、その時は気力管理が面倒なだけで、何隊長ローテし続けたら安定はしそうだけどって感じですかね。
そんな感じですね。めちょろうってしたくないんですよね、血金丸入れる場合。ただこの編成だとどうしても体調ローテしっかりしないと、骨ばみの方が遅いんだ。まあ馬乗せてないですからね。しかも望月乗せてますからね、血金丸に。軌道下げるか、青毛の方がいいですねこれ多分。望月じゃなくって、なんで望月乗せてるんだろう、軌道56でいいのに。なんで本当に持ち向きのスター私。体調ローテしてます。ですよね。これでね、一番最初に脇差しが行動してっていう風な感じの編成だったら、特別合戦場は二振り目の茶壇な切りに任せよう。私茶壇な切りまだ受け取ってないから。一振りか。もう茶壇な切りは経験値つぎ込みたいんですよね、まだ。てかまだ一振り目カンストの域まで到達していないので、特別合戦場に経験値を注ぎ込みたいっていうのはちょっとあるので、めんどくさい運用してますね私。今回の骨ばみくんも配信直前に起動初期値だったのを全部連結素材突っ込んだので、9戦目で血金丸がやられるの何度見たことか。超見た、超見た。何度血金丸が落ちたことか、何度二振り目の血金丸に命を助けられたか。どうしようもない。局が待たれる。来年こそは。来年来ても茶壇な切りだけだとは思うけど、茶壇な切りの極みが来た時点で。二振り目茶壇な切りを起用してからその当たりのストレスなくなったのは良かった。もう特別合戦場用の舞台を別に用意した方が私いいのかもしれない。でもマイラウンドなんか。マイナス6、疲労マイナス9に対して、こんばんは。アスナラさんこんばんは、ゆっくりしていってください。疲労マイナス9に対して、周回時間が5分とか6分ぐらいなので、4ずつ疲労していくのかな ?3 部隊作るか、そのためだけに。ちょっと意味わかんないですね。あー、死にかけてる。お亡くなりになりかけてる。でもまあレベル50の立ち消し飴を入れてた時も私こいつ役に立たねえなってちょっと思いながら使ってたので、まあ昼帰るだけ偉いんですけどね。録画ソフト起動して、これでね、骨ばみくんへの被弾が何ダメージくらいかってのは見たいんですけど。旦那切りだけ入れ替えた舞台記録作ったよ。あー、舞台記録か。やっぱりそれですよね。骨ばみ狙って。8か。夏はレベル低い局の底上げできるから楽しい。レベル50くらいやったらもう何でも OK 感ちょっとありますよね。槍と薙刀はちょっと厳しいかな。8か。普通のダメージ倍率どれくらいでしたっけ?打撃65、レベル64、疲労なし1、打線補正3倍、バカじゃねえの?どれくらい泣かされたことか。あと特別合戦場は血金丸のとこだけ育成枠で適当に変えてる。あー、水砲戦2回やらなくてもいいですもんね。私はやりたい派だけど。してしまったね。統率いくらだっけ。サムネにしてるわ統率。はい、山伏さん、このレベルで8ってどうなんですかね。三日月宗近闘争解けたことないからわからないんですよねこれ。
91、93か。大体6割っぽいんですよね、水泡戦のダメージって。なんか、2件しかないんですけれど、これと、あと、茶壇な切りの、違う、あの、レベル99、違う、千代金丸の、あの、ダメージ的に。経験値積み終わった血金丸を特別合戦場で使うのもったいなくて、3、あー、こんな感じですね。3、あっちでいいのかな、これいいのか。あ、でもいい感じに誉れ取れてないわ、これ。やっぱり誉れ取れないんだ。ネバミを上に上げた方がいいのかな。聖剣を疲れさせてしまったら一番ダメなんですよね。まあそれは本当にそう。私は爽快感のためだけに地金丸を入れている。でも地金丸好きなんですよね、単純に。脇差しのね、極めがね、あー、そう、あれは本当にそう。実際一戦だけでマイナス10ですからね。そこら辺ね、あの累積3000万、下僕は兆しだと何レベル相当なんでしょう。こんばんは、喉の調子は大丈夫です。死んでます。だから読み上げソフト使ってます。多分読み上げソフト使わずにそのまま喋ったら私死ぬ。累積3000万ってだいたい、え、いくらだろう、知らない。70とか80とか、多分70。経験値、刀剣乱舞、このタブに切り替え。累積3000万はいくらだろう、だいたいレベル70ですね。おお、4個、嬉しい。なんかね、僕は兆しレベル59くらい。3000万ですよ、2000万じゃなくて。ぜひともウィキーの経験値表を見ていただいて。それは本当にそう。自分で見ていただくのが一番早い。ナイスジョーク。間違えた。3000万でございます。今ね、桑名くんがそのあたりなんですよね。うち こんばんは。いつもお世話になってるウィキーさん。ゆっくりしていってください。ウィキはね、本当になんか最近忘れていくので、もう経験値よりも打ち漏らしが怖くて外れない血がね。もうログインしかしてない。目的達成しちゃうと休んじゃいますよね。わかる。私はもうダラダラ回してるけど、ドロシナすぎて福島の顔忘れそう。2年復刻なかったからちょっと忘れてますね。4年前の連帯戦に局45の浦島くん連れて行ってた。大変だったとしか覚えてないな。いやー、45は落ちますよ。50だとね、なんかいけるいけるって言ってる層が一定数いる。適度に休む方が長続きしますわね。ありますけどね。そうですね。あの、飽きて、一回休んで、戻ってきて、ちょっと触って、ぐらいが。なんだろう。熱心なユーザーがどう思うかっていうのは別として、それぐらいの方が楽しい場合はありますか？めんどくさいイベントとかありますからね。70だったら帰還したらもう実戦に余裕で出せるな。わら。出ますね。70あったらもうほとんどダメージとかも
落ち面じゃなければ考慮せずに、多分敵の損キャタンナキリがたくさん来て福島さんの一振りも来なくて悲しい。キャタンナキリのドロップ率が去年のままだったら私もうちょっと回したんですけど、今年なんか半分くらいらしくて、ウィキ調査だと。あら、これだったらちょっとサボりますわね、みたいなそんな感じになっちゃってます。というわけで、48万ぐらい今、のんびり。去年は1000万超えてた。僕は兆し50くらいなら連対戦すればいけるかなと思う。しかし遠い記憶なのでどうしても。連対戦、他の投手が3対戦できる中で50で連対戦できますっていうのはちょっともったいなくないですか？キャタンナキリようやくランブロックになったよ。ああ、モサです。おめでとうございます。絶好調の呪いから抜け出せましたね。福島さんなぁ。うちも45万くらいですね。なんかすごい健全に回してる気がする今回。1日目が全然健全じゃなかったんですけど。同じくランブロックです。お強い。ランブロックはすごい。ゴトラスサがレベル78になりました。もうちょいで79。なんて？びっくりした、ゴトラッサって言った今。はい、会いまーす。ここら辺のね、棒読みちゃんの調教、私は直していきたい派なのでガンガン直していってるんですけど、直さないと。あとはもう来年に託した。あと8振りチャタンナ切りください。チャタンナ切り8振り欲しい。答えは読めないこと多いですね。あと何振り私必要なんだろう。あと20何振りください。強欲回してないくせにもっと回せ。去年みたいなペースで回せって話なんですけど。いや、無理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 。メニメニマニマニ。来年がね。来年も海なんですかね。多分海だと思うんですけどね。その剥げ方するんだったら下手にランブマにしちゃうとやる気が失われるというのもあってほどほどになりますな。そうなんですよね。山も来るんです。山じゃないとは思うんですけど、今ねおさふねが3振り極め実装されたのでおさふねっていうか三沢だが極めるまでは海であってほしい。血金が極めても海であってほしい。お役ですね。山はね、ネネキリマルが来るのであれば、ネネキリマルの同僚が来るのであれば、周回はするんですけど、課金が回るか言われるとちょっと怪しいところはちょっとあるんですけど、来てほしいな。初夏の時のホタルマルの記憶が苦々が。あれね。ここがね、ちょっと気になるポイント高めなんですけど、いい感じになんか、いい感じか？怖いな。海じゃなかったら連対戦参加率すっごい下がりそうだから海のままだと思うんだけどな。怖いのが、ジップで三つ谷に血金丸得点がつきますってなった場合、よく落ちる。そんな潜在みたいに言わなくても。やったー。まあ水鉄砲じゃなくてもいいんですけど、いや水鉄砲と同じ仕様だったら何でもいいんですけど、新しい特攻が同じようにつけば、それが本当にそう。置かなかったら大惨事。ダイヤモンドの神にもう一回。問題は刀種ぐらいなんですよね。よいしょい。あっちしか実装されなさそうなんですよね。笹抜きの知り合いにしろ。気力がボロボロ。助けてー。
だねこれ。私これ無理。地金丸以外でもいいけどな。特攻。今ね、脇差しと担当だからマシなんですよね、修行に出てない子が。もう超残ってる。超残ってる。担当だから、担当だから感想を単位に入れてもいけるし、脇差しだから、9戦目で相手を倒せるし、放送が残ってれば、っていう風な感じなので、それが全部太刀になって、やめレベル60までお育てくださいませ。つらーい。特別合戦上率高すぎて終わってるんだけど、どうした？配信になったら急に虹色の夜行街出るじゃない。超張り切ってる。わあ終わってる。助けてー。どうすればいいのこれ。気力溶けすぎてお亡くなりなんですけど、どうしよう。無理ー、無理ぽー。ぬるぽ。急に老人会始めるじゃない。あんまり自信ないんだけどね。私はたまに何混ぜてます。あーてか多分チャタンナ切りを抜いて回しましょうってよく言われるんですけど、そのゆえんこれですよね。特別合戦場出過ぎっていうの。気力は最悪来週函館ぐるぐるしますわ。まあね、函館が多分一番手っ取り早いんですよね、こういうの。これでね、5個体とかそういうのがね先手取っちゃうので。でも抜くと物足りたいです。物足りないんですよね、全然足りない。これ来週どうしようかな、のりんさんとの。あ、来週じゃない。もしくはハゲタコたちで通常マップ。あそこまではやりたくない。そこまで物を考えたくない。配信のためにちょっとお手入れしたところはあるので、骨ばみくんちょっと抽象だったんですけど、これ立ちのがいいな。レベル50だとしても、これでね、担当極めを抜く、担当極めの代わりに脇差し入れますとかっていうのはできるんですけど、レベル80とか70とか超えてきたら多分そこになってからが脇差し極めの本領発揮なんですけど、50はダメ。さあ回避して、よし。気力49並べると意外とモリモリ上がるんですよね。長いマップに行けるとなんですけどね。レベル50と仮定するなら立ちのがいいですね。レベル70になってきてからようやく特徴が出てくるので、まああと10レベル開けたら大立ちに並ばれるってのはあるんですけど、まあ経験値的に差が3000万と、3000万と、5000万後半でしょ？それ考えるとだいぶ手っ取り早さの差はありますよね。ああ、高速槍残った。ありがとう。お答え。君のおかげだよ。やっぱりこういうのあるから担当極め抜けないんですよね。全然少なくなってくると。ダメだなこの舞台。やっぱりサンスロの方が強いし、なんならカネさんの方が使いやがって良さそうのあれあるのだ。大立ち極めがね、なんか計算したらレベル40くらいで、こういう時の極担当の優秀さよ。ここね。正解探すの大変。高速槍対策に極担当か極太刀が欲しくなってしまう。なんだよ極太刀。はい、調教しますね。あれ、あったあった極太刀。笑っちゃうな。だからなんだろうな、趣味としては楽しいんですけど、わー偉い。さっきから5個体が偉い。極太が棚もよく効きますね。
全部調教しとくか。育成具合は本丸によって変わるから組み合わせが難しいけど面白い。本当にそう。全部自分の好きなようにヤメとハチの順番も全部入れ替えてしまえ。これ多分内刀喋ってくれないんだよな。補強した。残すなぁ。あげてんなぁ。回避してね、偉いな。あとは今年からちゃんと編成メモするようにしましたわ。私は配信をやってるのでこれがメモとなっております。結構私ボコスコいバカスカに言ってんな。これだから結構言う人っていう風な感じに言われてしまうんだ。わかる。動画で残してる分はねよく残ってるんですけど微妙に違うんですよね。やっぱり記憶なくなる。わかる。正しい配信の使い方ですね。本当に配信がなかったらある程度やっていけないところあるので。放送解けるのダメだって。こうしてこういう文句みたいなやつがずっと残っていくので怖いですね。インターネットあれ大丈夫か。これ大丈夫だった。お前は取れてんだけど。ああ。別に語ることは慣れる気はないから。メモとスクショで残してます。これが一番偉い。ツイッターでね、なんかそういうので残しとけばいいみたいなところはちょっとあるんですけど、どっかで勝利取った？めちゃくちゃ打ち漏らしてるからこれオーバー入れてるんだ。なんか絶妙にチャタンな切りを出さないと2回連続に出ないっていうこの微妙にこう刺激してくる数字が出てくるの何なの。雑記みたいなのが実は大事だったり。あ、それは本当に大事。あー気力溶けすぎてお亡くなりになる。カジ万能の巨大猫が欲しい。独り言上触れまくって長男で短い10個落ちてくさ。たまにあるやつ。私ね、なんだろう、配信見てる時か通話してる時かどっちかだったと思うんですけど、わあ血がね丸にいた追放費乗せるの忘れてる。なんか雑な喋り方するとなんか、わあのび太くんまた出てんだみたいな、そんな感じの言い方になるんですけど全然似ない。もうちょっと喉が開けてますからね。てか裏声じゃないですからね、そもそもあれ。期待値 4.5 とは言えぶれますからね、ほんと。で、その時に虹色の夜光が6個落ちたと見逃したってなったので、こういうのつるから喉潰すんですよね。喉ねぎらって。本当にそう。喉を大事にしない系配信者。出陣か。特別の期待値なんか 0.9 なのに急に4とか落ちる。そう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 、本当に6落ちたの録画しておきたかったんですけどね、無理でした。わあ気力死んでる。ボイスケアのドアメ買ってください。生体の方なんですね。私も短い6個か7個ってのありました。びっくりした。6個落ちるの1回だけあった。ありますよね。全然記録残ってないけど見たかったな。てか配信に残したかったな。確率なんて3。本当にそう。7回はね見てみたいですね。打ち漏らす時点でもうダメなんですけど。打ち漏らす6個は1回だけだ。
気力ボロボロすぎる。理論上全部落ちる可能性もあるとはいえ、それができたら理想なんですけどね。まあ疲労お亡くなりになるけど。現実的には6くらいが限度なんでしょうね。まあそうなんでしょうね。まあそれ以上出ることはあるでしょうけどね、確率的には。出てほしいな、出てほしいかまあ出て嬉しいけど、あどうしようこれ終わってるんだけど。ほどほどでです。もう無理だよこれ私。まあね、確率通りにちゃんと出て、あの一回ずつなんかこういう難しいことを考えずに、私3回連続で特別合戦場連続してない？怖っ、張り切りすぎでしょ。結局40万貯めても小判3万ちょいしか使ってないという。私計算上いくら小判使ったんだろう。5万7千、実際合ってるかは知らないんですけど、どういう計算これ。赤だね。特別合戦場のおかげで小判があまり減らない。なんあの回数に対して全然減ってないですよね。私長男の出撃回数が今300なんですけど、304か305回目の出陣なんですけど、これ冬の連帯戦だとこれ600とかいりますからね。650何歩とかだったかな。無理無理無理って思って。手より残ってる。冬に向けてまた貯めなきゃな。大阪城何回来るんですかね。なんかすごく怖いのが、8月にこれ大阪城来なかったら、まあ9月かな、9月までに大阪城来なかったら大阪城が年に2回しかなかったコースがあり得るので、そこがねめちゃくちゃ怖い。まあないとは思うんですけどね。もう入れられる、あれで江戸城潜入調査2回やらないでしょうとは思っているんですけど、どうなんだろうな。1回もないというのはなさそうですが。1回もないのはない。イベントの超開発タイミング的開発かな。去年が大阪城多かったからな。去年3回しかなかったと思うんですけど、どうだっけ。大阪城多い時めちゃくちゃ多いですからね。てか江戸城潜入調査なかった頃の大阪城はめちゃくちゃ多かったので、それと比べるとまあ少ない少ないっていう風な感じなんですけど。来月大進行みたいなイベント来たらどうしましょう。あら、ここのとこは年3回でしたね、うん、確かですよね。だいたい年3回で、大進行な。軽装が来るのであればないかもしれない可能性は普通にあるんですよね。来月は多分夜間は来るんでしょうけど、夜間は確実に来るのではないかと思ってます。いてほしいな。地金丸は流されないでほしいな。初期は拡充か大阪城しかなかったゆえに役差が、マジで拡充と大阪城しかなかった。使わさなかった。
理政権1回は交わしたんでしょうけどね、これ多分。さすがに夜日がいい、少し変わってないので、ヤカがいい、ヤカと去年レベルのヤカが欲しい、オーデンタ光代が入ってて、ヤカはさすがに確定と言いたいですね。それでドロップにオーデンタ光代がいるっていう風なのがあったら、あのテンション爆上がりなんですけど、これかな、欲しいな、やってほしいな。打ち漏らしはなく、あのとりあえず別のやつ狙ってほしかったなありがとう。確か1回も2倍対象になってない刀剣がいるはずだから、対象にしてあげてほしい。ヤカの2倍対象はこいつが出たか否かなので、そこは特にもあの全員いずれは来ると思うんですけど、誰だろうな。まあこれたまにヤガネコウの内刀の累積貯めたい。まあそれは本当にそう。通常合戦場で入手可能なキャラならドロしてほしいな。オーデンタあたりはね、落ちてほしいですよね。大般若さんが落ちなかったからちょっと怖いんですよね、なんか誰やるか問題。大型アップデでイベントの泥告知が来ると思っていた時期もありました。あ、それは本当にそう。担当キャンペーンの排出率も書いてくれねえかなって思ってました。いませんでした。なし。これはそう。でも公開する理由どうなんですかね。ないっちゃないし、あるっちゃあるけど。マジで忙しい。泣きながら再調査します。ああ、よろしくお願いいたします。時の政府と運営は秘密主義。まあどこの運営もそうですけどね、このあたりに関しては。ドロップ率とかって出てるソシャゲはかなりありますけど、あの調査してくれてる人たちがいるからああいうのはできているので、気力無理。死ぬ。こんな感じ。どうしよっかな。やつ3枚にしとこう。なので引き続き協力してくれる人は山盛り欲しい。ご協力よろしくお願いします。編成の方もご協力をよろしくお願いします。あれね、ヤカ奪還作戦って最初の2万集めるまで3万だったかな ?3 万、集めるまでにしか花火のカウントができないので一つの編成埋まってなかったってことが一回あったんですよね。2万みんな超えちゃったから中継できないっていうのがあれね。まとめちゃっていいと私は思うんですけどね。8月はね、2イベント来なかったら、マジで泣くので、たとえヤカが4ヶ月、あ、4週間あったとしても、4ヶ月はやばい。去年埋まってた気が。去年ですかね。以降もカウントしてほしいです。まあ、花火のドロップの添付感がの分悪くなるので、そこがどうかなかはちょっとあるけど、かわせーかわした。ちょっとこの手形使ったら終わりにしますね。今年編成が総特会になってたらウェイお手ぎねになりますがなっちゃいますね。マジかよってなっちゃう。
そこを変えないでいただけますみたいなところちょっとありますもんね。変わるとね。まあね、何がどう変わるかっていうのは本当にわからないので、うん、これ骨ばみが悪いみたいな言い方してるけど、単純にニスロが3人しかいなくって、誉れが下3人に集中してるってのが悪い。低難易度の再調査無理ポですわ。もうね、疲労困憊で連れ回す編成っていうのがちょっとめんどくさくなってますからね今。またロードの方がまだ治ってないみたいなので、初心者配信まだ埋まってない。あら、初心者配信者さん見る限りまだロードの1時間遊んだら重くなる例のやつがまだ治ってないみたいなので、そこがね、バランス的に仕方ない。まあそれはそう。てか私が声張らなくなったせいでズンダモンの方が声でかいじゃないか。配信主ズンダモンになってしまっている。 B 判定とかどうやって出せば。諦めましょう。アンフリで出陣するのです。ラフリでもか、無茶。治ってないですね。あれね、さっさと治せるものなら治してほしいんですけどね。治してほしいっていうか、あれ治さないのまずいでしょって思ってるんですけど。配信主ズンダモン、読み上げくんリアさん。はい、アシスタントのリアです。配信よろしくお願いします。ズンダモンを選ぶ理由分かったわ。単純に聞き取りやすい。青山流星もね、いい声してるんですけどね、全然聞き取れなかった今。コラボの時は多分黙ってますので。マジで打ち漏らすじゃない。苦労するぐらい打ち漏らすじゃない。どれくらいになりますかね。はい、ニッカリさん。ニッカリ以外に2で始まる刀剣っていましたっけ。日本語と日光一文字以外で。海メロジンで落ちる子で。どうかな。俺だけ突出するわけにもいかないからな。おっと、気力はそこまで解けなかった。配信のこれ私癖なんですけど、わざと右かな、左か、これ左を見る方向に行ったので、配信の癖でそっちの方が面白いし感情出るのでやってるんですけど、これ日常生活で癖になってないかっていうのがすごく怖くて嫌ですよ。こんな露骨な目の動きをする人、リアルでやるの思いっきり目をグイッてやってますからね。1時くらいに終わる感じですかね、これ。手形2枚か。って積んだ方がいいんですよね、結局こういうの。安定するとかじゃなくて。血金丸は落ちられると困るので。なんかもう本当に。他の刀剣を最悪落ちてもいいけど、血金丸だけは。いやまあ。逃走ベロベロになった状態で10戦目行った時の逃走半分しか剥がせてないやんけ感があるので生き残ってほしいんですけど、落ちるだけだったらね、特にも、まあ、こういう方もいらっしゃるということで。
まあ、まあ、これで報告しといた方がいいのかな。まあ、この後ね、また、いろいろあると思うんですけど、よく見つけますよね、逆に。楽しいんじゃないんですかね、ああいうのはね。同棲でもいいんだってのはちょっと思いました。まあサブのねアカウントで来ることもあるので、そこがね、確かにね、いいんだって思って、誰でもいいのかって思って、何にも考えずに非表示にして通報したけど。多分まあずんだもんだからってのはあるんでしょうけど。あー俺なーって思って、普通になんか OBS の方からなんか調整しづらいんですかね、こういうの。こういうの見てると同時にやった方がいいんでしょうね。普通に喋ってますけど。びっくりしちゃった。まあ単純にバンされる可能性もあるので、まあ、危ないんですけどね。単語は追加しておきましょう。無警戒だから貫通したってのもありますからね。あー、びっくりした。そっか、こういうことがあるのか。勉強になるな。別になんかずんだもん使ってるって書いてないですからね。びっくりした。横かへ流れてお行き。まあ確実に言えるのはコラボの時にこれは流さない方がいいということで。というわけでね、まあ、あと何週だっけな。いや、あんまり自信ないんだけどね。面白さが勝っちゃった。後から思い返してみると、まあ、あんまりそういう感情言わない方がいいんだろうけど。まあ番は怖いのでやめましょう。コメントアウトしたかな。ありゃ、俺が一番。頑張りすぎた。なんかね、単純なスパムみたいな感じもありますからね。お疲れ様でしたでいいんですかね。いいんじゃないんですかね、あんまり。あー本当にこういうのっているんだぐらいだったので。あと1週かな、もう終わったかな、分かんなくなっちゃった。
あ、これで終わりにしますので、グループ隊長にするのこれ。次ラストにします。まあいろいろ NG ワードは増やしておきます。ラスト1周ですね。いやー、勝ちのがいい。結論、誰であろうと切り伏せるまで。まあ実際そうなんだろうなとは思ったし、多分これどうなんだろう、それはそう、多分なんか海辺の陣の体感なんですけど、水泡船の火力ってダメージ計算式の 0.6 倍強ぐらいの感覚があるので、実際どうかは不明なんですけどね。そのままダメージ計算機に突っ込んで 0.6 倍した値とはならないでしょうし。ほうほう、まあ聞くまで推測であって、実際そうなのかっていうのはちょっと話変わってくるんですけど、逃走に対しても同じように 0.6 倍がかかるのかとか、そこら辺の確認は私ちょっと変わるところのラインを見ていないのでやりたくないので、それ自体は。ちゃんと計算してる人の体感は結構当たってる率だか、そうかなって思えますね。追放戦に関しては全然できていないので。これあれか、リスナーに NG ワード何入れとけばいいですかねって聞いて、それでDM か何かで聞いたら、その人たちもろともバンされる可能性があるのか。自分で考えなきゃいけないってめんどくさいな。計算ねえ、本当にな。最近なんかそういう感じで言ってくれる人が増えてきてくれてるので、補正とかそういう話だいぶね、まあちゃんと、なんだろう、伝わってるなって思うことはあるんですけど、人形年代線の人形がランダムであるって思ってる人は未だにいるので、編成がランダムなんだよっていう風な感じに毎回なってるんですけど、まあそんな感じでね、そういうのがあったら教えていただけますと幸いですみたいな詰め方されるから、インテリアクザって呼ばれたんだろうなって思いました。なんか普通になんかこういう詰め寄り方するので私。結構衝撃だったので未だに覚えてますね。怖いぞって言われました、上司に。そんなこと言われたの。言われました。だからだからね、こういう風な感じでね、ちゃんとやらなきゃいけないですからね、はい、わかりましたねみたいな、そんな感じだと思うんですけど、喋り方はこんな感じだったけど、言ってる内容多分もうちょっと怖かったんだろうな。丁寧の方が怖いやつだ。そんな怒ってるわけじゃないんですけどね。ガチで怒った時は無言になっちゃうので。最近ね、遊びに関して切れることは減ったかなって思ったけど、普通にタイムラインとかで見てる時に、あんまり解釈合わないやつが流れてきて切れることは普通にあるので、あーってなるので。インテリア、ザセーロンパンチか。あー、痛い痛い。でもそこまで賢いわけでもないので。思ってた以上に活躍してしまったね。のんびり行きましょう。刀剣乱舞は楽しい。何ゲーですかこれ。レベリングゲーですので。主催ゲー、なんだろうこれ。はあ、
ときはありますね、ほんと。あの、自分のタイムラインに流れてくるっていうよりかは、あの、雑になんか、もう、あの、タイムラインの制御自体は割とやってるので、あの、あと、フォローしてる人たちって結局、それ見たさにフォローしてることはあるので、あの、まあ、しょうがないね、みたいな感じで済むんですけど、外行って、あの関係ないところ見に行った時になぜか被弾することがあるので、それで一回切れましたね。最近はツイッターのおすすめ機能とかで下についてくるから、あーっていう風な感じで、とんでもないようなブロックになりましたわ。もうわかる。もう地雷持ちなんだから、さっさと爆発してくだ、自分が爆発してくださいっていう話で終わるんですけどね、この場合。あの、別に検索避けをしましょうとかそういう話ではないので、私からするのは。ただ、私が自爆しましたっていうだけの話で、ハチスカスです。というわけで、もう本当に結論。浮き差しはレベル70ぐらいから強みが出てきます。以上。強みの話になってくるので、どうしても編成するときって普通に回せます。普通に回せるけど私は回さないな。これ改めましてというわけで、ここまでのご視聴コメントありがとうございました。もう本当にね、あのめちゃくちゃな話しかしてないんですけど今日。やだね。まあ、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。お疲れ様です。また、偽実況が1本上がると思います。お疲れ様でした。あの、イベントが終わったぐらいに。とりあえず動画のネタは確保しましたので、あとは動画を作るだけというわけで、あとは金曜日に、ドリンさんとのコラボがありますので、見ていただけますと幸いです。金曜9時半、9時からです。これから枠を取ります。サムネはもう作ってます。というわけで、チンバさん、ゆずのみなさん、ルキアさん、ゆかかっかさん、みなさん、一点さんにさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ではまた次回、アクルゴッキーさんもお疲れ様です。あと、スパメーな対処が手間取ってしまって。高評価もアピりましょう。今回ね、ちょっとね、あれがある中で高評価求めたくないんですよね。高評価は、偽実況の方にお願いいたします。偽実況見てくださいね。多分そっちだ。というわけで、また、さって、そっか、さ恐ろしいですね。お会いいたしましょう。というわけでお疲れ様でした。なるほど。おやすみなさい。という感じです。